チャンネル66。What's up 66ジンです。今回の動画は半袖シャツと短パンの夏のセットアップコーディネートの動画をお届けします。今回はこちら。こちらの3点をお届けします。はい。今回は上のね、トップスがハリーですね。アルパインクロスを使ったポロシャツです。新作ですね。で、下に同じ素材を使ったメイガンを合わせてみました。もうブラックでね、統一しました。もうザ・夏コーデですよね。はい。ものすごく涼しげです。生地もね、高機能素材ということで、夏はこの高機能素材で涼しく過ごすのはいかがでしょうかね。まあ、旅行もね、見ているんですけども、とてもいい雰囲気に合わせられてるんじゃないでしょうか。はい。次が、こちらもね、モシールの Z アップです。はい。上がモシールのアイザック。下がマーチンというショーツで合わせてみました。こちらもね、ブラックと、ベージュでね、2色見てもらってます。こちらもね、涼しげです。すごく生地感もすごくいいですね。ポケットもね、ついてるんで、すごくね、使い勝手もいいですよね。横のパンツの方にもポケットたくさんついております。はい、ハートウォーマーも上のアイザックにはついております、ね。短めのね、ショーツね、すごくかっこいいですよね。とっても、このセットアップいいと思います。はい、次が、ジョンですね。上のシャツがジョンです。サプレックスナイロンを使ったアロハシャツのタイプ。で、下が先ほどのメイガンを使っております。メイガンはアルパインクロスのパンツですね。こちらもね、とても涼しげに見えますね。もう夏はもうこのセットアップでもう十分なんじゃないでしょうか。もうずっと使えますよね。もう夜洗って朝乾いているから毎日ぐらい着れるような状態です。はい。すごくよろしいかと。はい。実は今回使ったコーディネートは、高機能素材を使ったセットアップなんですよ。この夏もとても暑くなると思いますので、こういう高機能素材を使って涼しげに過ごすのもいいと思います。今回のコーディネートを見て、思ったことがありましたら、コメント欄の方にコメントしていただいたら、今後の動画の参考になると思いますので、ぜひよろしくお願いします。今回の動画いいと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。また見てね。